話って何ですか？はい、かすみさんには萌えがあると私は確信しているんです。萌え？かすみんが教えられるのはかすみんが可愛いってことだけですけど。あ、かすみさんはそのままでいいんです。いつも通りにしていてください。そこから勝手に感じ取るので。え、こわ、勝手に感じ取るって何ですか？かすみんの可愛いはちゃんと受け取ってください。あ、今のなんか良かったです。わかりました。ちょっとレベルが高かったでしょうか。もう二人とも何なんですか。確かに今のはちょっと難易度が高かったかもしれません。もう二人とも何なんですか。私もすみませんでした。かすみさんを見て勝手に萌えジャッジするのは良くないですね。反省です。ごめんなさいしたからもういいです。お二人は結局かすみんのどういうところを見たいんですか？ちょっと言いにくいのですが、みんなのシューズにいたずらしようとしたら汚れているのに気がついて洗ってあげちゃった時や、ちょっ、不幸の手紙を書くつもりが気づいたらファンレターになっていただけでなく、しっかり自分の名前も書いてしまっていた時や。いやいや、やめて。そう、それです。まさに今そういうところです。なんなんですか、なんなんですか。かすみの失敗を思い出させるなんて。今日はすみませんでした。かすみさんにも悪いことをしてしまいました。はい、え、私だってシュンとすることだってありますもん。